で私たちあなたと生きる学習長ロッカジャポニカです。よろしくお願いします。本日メンバーの椎名瑠香ちゃんが体調不良のためお休みなんですけど、楽しみにしてくださった皆さん申し訳ございません。はい、ということで、改めて記念すべきロッカジャポニカ初の写真展に、お越しいただきありがとうございます。写真展でさ、ロジャポのさ、いろんな思い出とかさ、奇跡、はい、奇跡ね、をさ、振り返られるってさ、すごく良くない？なんか形としてそれがいいね。めっちゃありがとうって感じ、ね、ちょっと幼い子とかあるもんね。ね、それな、ちょっと昔、ね、あとね、年俸前髪ある。時が物語ってね。というわけで、今日は短い時間ですが、皆さん、私たちと一緒に素敵な思い出を振り返っていきましょう。あれだよね、MV でさ、てんてんてん
今 MV を頑張って再現したの。違う、MV でさ、写真何枚も重なってる、重なってるわけみたいなやつ。カメラが、カメラが3個あって、あのカメラマンさん2人ぐらいで、ね、せーの、ポチッて押すの。で、それ何になるんですかって聞いたら、あのインスタグラムのなんかブーメランってわかりますか、あの同じ動き。あ、スーパーうまい。でもこういうやつ、こういうやつ。そういう、カタカタ。こういうのが撮れるよっていうやつだね。いろんなカメラあったよね、すごかったよね、本当にするんですもん、ね、出来上がって、あ、こんなおしゃれになる、そう、びっくりした、ちゃんと映えてる自分がみたいな、ね、確かにね、これも映えてますね、はい、鼻似合うわ、かわいい、かわいい、かわいい、どちらです、あみーここどこ言って言って、はい、せーの、今週詐欺者、はい、違う今はわざと買ってわざとこんなことできたの、今週詐欺者、うん、怖い顔がその代わり顔が今週詐欺者、そう、した工事の人とかが使われてた、そうめっちゃ高い、それで言うの、免許そうそう、すごい、うちら免許持ってないの、持ってよそれもマジですごかったね、楽しかった、楽しかった、高いの、めっちゃ高いの、思ってたより高くいきたよね、結構みたいな、すごい、初めて PV 撮影でこんな高い場所行ったのって、確かに CG じゃない、そう CG じゃない、ちゃんと緑のところ、ちゃんとこれ実は回ってんのよね、そう回ってる、 MV で景色が回ってると思うんですけど、ちゃんと回ってんのよ、自分たちが回ってる、景色が回ってんじゃない、自分たちが回ってる、すごいさ、近所の小学生の子たちに見てなんか前に、あ、これ体験したなと何だろうと思ったら、あ、評価ショックの撮影の時、椅子机なの、勉強机に座って撮ったやつも車に実際にこうやって光るなと思ったから、どうあの、あれの時もめっちゃ小学生で笑われながら木の棒で追いかけたり何が追いかけられたの、それもね、なんか何やってんのって言われて、めっちゃ仲良くなった、みーも。すごい喋ってるよね。そう。みーも小学生みたいな感じだったもん。ノリがノリが。近所の小学生同士みたいな。そうやってね、何年生何の勉強してきたの気をつけて帰んないですか、そうそう、バイバイめっちゃ仲良くなった。そう、仲良くなった。面白い。じゃあ次は写真です。あー、かっこいい。来たよ、あの曲が。あ、そう。ゴリ押しの写真、これタコかロッカジャパニカツヒロだね、これめっちゃシマシマだね、あ、シマにいるみたいな、シマ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 する方ね、いや、かっこいいな、確かに、だって、うん、これ今日私たちグッズ T だけど、グッズ T でもシマシマだし、ねシマシマ極めてるさ、マントいきなりつけてきてびっくりしましたよ。するんだ。それするか。どうしたんだろうみたいな。そう。でもあの曲ね、なんか本当にさ、ずっとタコタコ言ってるからさ、どういう反応なんだろうと思ったらさ、予想の100倍反応が良くて。そうなんだよ。すごい反応が。あれなんだよね。不安だよね。反応ね。そうだね。楽しみだけど不安もある。どんな反応するんだろうね。でもこれたこ焼きマントマン世代の人はいますか？ありますか？世代。あ、知ってるよみたいな。知ってるよ。ああ、知ってる。世代じゃないけど知ってるよ。だってあれだよ、イントロ流れて、おっと思った人いるみたいな、うん、いや、大好きじゃん、すごいわかるね、ねこれはね、もう楽しいね、2回目くらいでもうね、一緒にみんな踊ってたもん ねこの間の ね大人なでもねね、やったし、それをフェスに持ってこいの曲なんですか、初めての人でもできるみたいな、踊れる、確かに名曲を言われた日です、これはすごい、しかもこの背景あー、背景や、股間、あ、股間ロックショップ、めっちゃ練習したよね、まだまだ、そう、シュール、何て言ったシュール、あ、飛んでんのか、飛んでんのか、飛んでんの
この3人が飛んでるのか。これ成功した時かな、失敗した時かな。で、そう、一部が失敗して2部成功したんですよ。そうだそうだでも良かったよね、2部で成功して。よかった。だってすごい、あの外でね、めっちゃ反省レッスンの時に2回目失敗したのわざとだもんね。あ、そうだね。いい感動させる。あ、風のせいだから。そうそうそう、別に私はわざと。私は悪くない。あなた悪くないよ。トップバッターだから何も言えないからね。いつかうちら飛ばせようね。そうね、飛ばすのはね。そう、名は絶対離さないから。私たちが結果誰も飛ばないの。確かに。じゃあ続いてこちらです。おー、なんかあはなに水やりね。これ、うまい組見えない、ホース。うまく見える。うまい人風みたいな。人風ね。自分でかけてたってルンパンから聞いた。あのちいちゃん自分にかかって逃げてたみたいな。でもこの子たちめっちゃ見てないけど大丈夫。ちいちゃんが助言やに容赦なくて。そうだった。なんか全然見てないよ、嫌がってる。頭の上、あの直でかかんないように頑張ったんだけどね。うん、あ、そう、ホースがね、いろんなとこ行っちゃったね。やってたね。チェイだけ違う競技じゃない、なんていうの、なんか違うこと。でも大阪すっごい容赦なくみんなをね、一緒に一緒に。気持ちよかったね。気持ちよかったよ、水遊びが楽しい。ね。お、こちらは大宮サイになってきた。大宮セラタウンですね。これもタコカンの。ペコカンロッカージャパニカを関東で初披露した。ああ、そうだ。そうだ。そうですね。大阪が初披露だけど関西だったから。うん。確かに。持ってますね。たこ焼き切ってますね。ここめっちゃ面白いよね、なんかね。そう、この日のあの特典会の、うん、あのグループショットが、うんうん、すごい私楽しかった。確かに。なんか道具。小道具が、そう、一応違った。チルアウトね、うん、いいよね、映えそうよね、普通に並んで撮るより。うん、確かにみんなで集合で、ね、そう、楽しかった。楽しかったね。はい、以上かな。あ、以上ですね。はい、みんなで楽しい写真をたくさん見たところで、突然ですがコーナーに行っちゃいたいと思います。答えろっか、ジャパニカー。あのお友達にね、あの事前にもう質問をね募集させていただいたので、この質問に普通に答えていくという、だってシンプルな言っているんですけど、じゃあ早速聞いちゃいたいと思います。お、ででん、でかっ、でかい。いいよ。質問丸一、決め顔を求む。いや、いいや、いや、質問じゃないじゃん。求めて言ってないじゃん。やってた、やってた、やってた、無意識だった、すごい。え、全員なの。これ、人だけかな。人だけだ、しかし。オリジナルのやつだっけね。
なんだっけに境界線もね、2つあるし。そっか、ワールドピース白でしょ。教科書もあるでしょ。だけでもいい。サード確かにあるでしょ。あ、決まりました。おお、これです。あと踊りやすい、めっちゃ。私これ一番お気に入り、ね、踊りやすいも同じ。じゃあ次の質問いっちゃいましょう。はい、これどうでしょうか。今日の朝ごはんは。今日の朝ごはんは、かわいい。おにぎりなんかあるよ。なんかあのさ、あんじゃん、野沢菜たくあん、あの、わかる、あのニューデイズに売ってる、あの野沢菜とたくあん、こう、あれ超美味しいじゃん。で、あの、おかかチーズか迷ったけど、野沢菜たくあん食べてみてください。私、あの、ディズニー行く前とかよく食べてます。あ、まあ、よし、前は食べるね。そう、たくあん美味しいです。はい、これなんか、みんな知りたくないんだよ。でも知りたいから書いてる。そうか、知ったところでだけどね。それ言ったらもう、どうする、それ言っちゃ終わりや。今後チャレンジしたいこと。懐かしいチャレンジ。日本語。今後チャレンジ。日本語チャレンジ。仕事でもプライベートでもいいって。どっちでもいいって。どっちにする。どっちにしようかな。考え中ですね。バンジージャンプ。バンジージャンプは絶対バンジージャンプ。どっちもバンジージャンプ。どっちにしようか。どっちにしようか。って本当に分かんない。まずはチャレンジ精神ね。パッと思いついたらね。あ、そう、クライミングってやつ。あれやってみたい、一回。それで登り終わった後、フォーって。あー、ダメだ。絶対無理だよ、だって落ちるのダメじゃん。あれって。あ、確かに。え、でも守ってくれてるじゃん。やったことある人いますか。あー、すごい。え、降りる時 G ありますか。ないない。 G はなく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 ない。いいね、ね、金のとか。あー、頑張ってね、みーちゃん。いつか、待ってるね。いつか。いつかね、皆さん、マジで楽しみにしててください。はい、終わりか。あ、終わりだ。もう、以上で、質問に答えるか、チョコニカ、以上となります。さあ、それでは、ここでね、みんなでこの写真展をバージョンアップさせるために、一緒に飾り付けをやってみましょう。そうだね、こういうイベントだと。じゃあみんなで、あの先生を、あ、呼んじゃいましょうか。せーの、レッツグロー。
おります。わあ、完成が見えてきた。そしたら、でれん、風車が、嘘、風車が、ねえ風車やばい、風車やばい、あ、できたできた、そう、風車が、そうそうそう、ビンバンビンバン、完成する、完成した人、おお、さすが唇じゃん、ちーちゃん、ちーちゃんが唇作りましたあ、できたできた、あ、できたできた、はい、できた人、はーい、あ、というわけで皆さんで、ね、完成、完成、完成、できた、完成、完成、はい、え、うさぎでーすすごーい、しかもオリジナルの折り方、え、え、今開発した、すごい。じゃあ、タイジャーというか、はい、じゃあ、皆さん、完成したこの風車を、ここのね、スペースに飾り付けていきたいと思うんですけど、皆さんは、口の奥の方のね、そこらへん、マジカルビュー、マジカルビューって書いてあるところに、好きなところに貼ってください。好きなところ、好きな、あ、でも、写真の上はね、見てね、顔に貼るとかね、明らかに悪意でしょ、みたいな。皆さんの譲り合い精神を持ってちょっとね、今から貼ってください、どうぞ、好きなところに、はい、ありがとうございます。以上、レッツクロー先生じゃないや、レッツクローでしたみんなあれはね、次は風車ですよ、みんな頑張ってくださいね。そうだね、あ、おかえりやみぽん、ただいま、どこ行ってた、はい、ね、あの楽しい時間は本当あってるので、ね、そろそろお時間がやってきてしまいましたけど、学校みたいなね、そうだった、ね、夏期講習のみちゃん、どうだった今日、え、今のあんこ言われちゃった、学校みたいな、すごいね、クラスみたいで、なんか同じ年齢になった気もそれはそう、だってさ、同じことやるんだよ、カナブでも、そう、作るんだよ、文章って読んじゃいましたもん、車と車かそういうのを一緒にやれて楽しかったね、うん、はい、いやね、ちょっと朝早かったけど、うん、すごいこういうイベントもいいね、ね、確かに、ね、だから次はね、ちゃんと5人でもやりたいし、うんうん、なんか、ね、え、もう一回やりたい早いな、ね、皆さん、もう一回やりたくないですか、じゃあね、写真展が21日までの開催なんで、うん、その21日の最終日の最後にやっちゃうとかどうですか、うん、おぉ、じゃあ、いいよ、いいよ、いいよ、やろう、やろう、やろう、すごい、うん、次は、21日火曜日の夜19時45分から20時30分まで、おぉ、なるほど、20日月曜日、あさってのお昼の12時までにこちらで販売している CD やグッズをご購入いただいた方を対象とさせていただきます。あと今日ね、今回30人限定ということで、ね、惜しくも外れたっていうね方も、そういう方もね対象とさせていただき、抽選で次は選ばせて抽選で10点選ぶね、厳選させていただきます、はい、もう一個告知が、そう、おー、パパン、じゃーん、何、ロッカジャポニカワンマン特別学習、まるまるの頭の脳の中、行われるあのやつ、ワンマンライブ、ワンマンライブなんだけど、第1をワンマン特別学習、平瀬美里の脳の中、
スタートで2回目あ、うん、一時に3回行うんだけどね2回目がちょんちょんして C のあ高井千穂の脳の中それが15時オープンで15時半スタート、うん、おーネクスト次シンナルカの脳の中オープンが18時スタートが18時半、30日日曜ワンマン特別学習ナイトルナの脳の中やだー怖いでこれ時間前日と同じでオープン12時スタート12時半ね、うん、で次内山亜美の脳の中これも15時半オープンで作ることが協力し合ってね無事に涙も拭いながらみんなで協力して
貼ったんですよ。ペタって。みんながね、こっちだよこっちだよって言いながらね。そう。こっちの方がいいんじゃない？上じゃないの？みんながね、写真展を素敵にしてくれたんです。ありがとうございます。皆さん21日までだしね、イベントもありますので、ね、21日に決定したんで、はい、すごい。また今回外れちゃったよって泣いているそこのあなたも、うん、そう次は来れるかもしれないしね。そうなんです。今日来てくれた方がまた来れるかもしれないので、ね、ここをグッズもね売ってるし、そうなんか、そういうね、もうすごいよ。かわいい。めっちゃ待って、私欲しい。これもあとポストカード、そう、すごい。これこれかわいい。これすごいお得だしね。サインも書いたよね。あ、そうだね。ランダムで入ってました。入ってます。すごい写真って素敵ですね。皆さん21日までなんでたくさん見て、はい、見に来てね。はい、見てください。はい、私たちも今からちょっと堪能してきます。そうだね。バイバーイ。ありがとう。